こんばんは、宮沢です。今日もケルケゴールの死に至る病への続きのお話をしていきたいと思います。前回は直接性のお話をしました。直接性ってのは器量ですね。自分の器みたいなものだと、器に何が注がれるか、そこに幸福が注がれる、不幸が注がれるってことがあって、人間は一喜一憂してるんですけども、その器自体は自分の器量より大きくもならないし小さくもならないという話をしたと思います。でね、器の中にワインが入ってるから喜ぶ、器の中に泥水が入ってるから悲しむっていう形で幸せや不幸を考えているんですけども、本当の絶望っていうのは永遠的なるものを喪失することだとキルケゴールは言うんですね。それはどういうことかというと、何が注がれるかが問題ではないし、自分の器が大きくなったり小さくなったりすることが問題なんじゃないと。器自体が永遠的なるものだっていうことを意識していないといけないですね。で、この世っていうのは自分の死ぬとともに消滅してしまうって考え方もできるんですけども、そういう考え方しちゃうと、じゃあ今生きてることは何の意味があるんだって話になってきちゃうんですね。ということは結果的に人間は自分が死んだ後もこの世が続いていくっていう考えで生きてるわけですね。で、それは人類が絶滅しても続いていく、それは地球が滅亡しても続いていくものがあると。永遠に何かずっと持続していくものがあって、それは自分の生命と関わりなく続いていくってことを前提にして生きてるんですね。だけどもあまりにその自分に幸福や不幸が訪れるとですね、その永遠的なるものを見失ってしまう。今の自分の感じてる不幸に押しつぶされてしまうということになりかねないんですね。で、そうなってしまうと絶望してしまうと、もう何も無気力になってやる気がなくなってしまうんですけども、そういった絶望はですね、本当の絶望じゃないと。本当の絶望っていうのは地上的なるものを失うことではないと。自分の希望を失うとか、自分が不幸な目に遭うことが絶望なんじゃないと。永遠なるものを喪失することが絶望なんだと。死ぬに死ねない状態がずっと続くみたいな感じですね。無限地獄っていうんですかね。そういう状態が本当の絶望だということなんですね。で、永遠的なるものを喪失するっていうのは、そういう、もう解消しようのない絶望を抱えていくってことになってしまうと。それこそ本当の絶望だということになります。ちょっと説明しても分かってもらえる自信がないんですけども、今日は例えを出してまた説明していきますね。読み上げていきます。84ページです。テキストは岩波版です。ちょっとページ数私の持ってるものと違うかもしれないんですけども、ご了承ください。それはちょうど誰かが市役所と裁判所に背を向けて立っていて、自分のまっすぐ前を指しながら、ここに市役所と裁判所があると語るようなものだ。彼の言うことは間違いない。市役所と裁判所は確かにそこに立っている。ただし彼が回れ右を司祭すればだ。
もともと直接的な人間は絶望していない。しかし彼は自分が絶望していると語る時、その言葉にも若干の真理は含まれている。彼が自分を絶望していると語る時、彼は自分自身をいわば死んだもの、自分自身の影だと考えている。ところが彼は実は死んでいないのである。言ってみれば彼のうちにはまだ息が残っている。もしも突如として一切がその姿を変え、彼を絶望へと追いやった一切の外的なものが消え失せ、彼の願いが満たされることにでもなれば、彼は再び蘇るであろう。直接性は再び立ち上がって生き生きと活動し始めるのである、ということです。まあ日本人だと大仏が分かりやすい。鎌倉の大仏の目の前に、後ろの方に鎌倉の大仏があってですね、でその鎌倉の大仏と反対方向に向かってここに大仏があると言ってるような暮らしをしてる人が多いって言うんですね。これが地上的なるものの絶望であると。大仏は確かに後ろにあるんですけども、ただし振り返ればあると。で振り返ってようやくあるものと逆方向を指してですね、俺が大仏だと言っていると。で絶望してる人間っていうのもそれに近いと。本当の絶望は自分の背後にあるのに、絶望じゃないものに対してこれが絶望だと指さしているということなんですね。で私昨日一昨日かな、まあ「ザ・フォーム・オブ・ザ・グッド」「善の形」っていうお話をしたんですね。でその中で、プラトンのイデア論についてお話ししたんですけども、まあ、図をネット上から拾ってきてですね、ご説明したんですけども、どういうことかっていうと、人間にとっての真理、本当の善、グッドっていうのはですね、まあ、洞窟の中に座ってて、洞窟のその奥の方に顔を向けて、その後ろから真理が赤々と太陽のように照らしてくるんですね。で人間はその赤々と照らしてくるですね、太陽が作る影を真理や善だと思ってるっていうのは、まあ、ソクラテスやプラトンの考え方ですね。で、まあ、キルケゴールも同じこと言ってるんですよ。鎌倉の大仏の後ろに立って、鎌倉の大仏の影をですね、俺は大仏だと言ってるようなもんなんですね。で、人間っていうのは真理をそのまま見つめることはできないんですよ。で、なぜかというと、真理っていうものは人間が見つめられるもんじゃないからなんですね。人間にとって知覚できるもんじゃないと。その影だけしか感じ取れないものだっていうのはソクラテスやプラトンの考え方ですね。でキルケゴールにとってはそれは神にとって一切が可能であるっていうことを説明しましたけども、神にとって一切が可能であると奇跡が起こるっていうのはいつ起こるのかっていうと、我々は生きてる間にその奇跡を一度も味わわないかもしれないですね。でその奇跡はどういうものかっていうものも知覚できないんですよ。それが真理なんですね。で知覚できないものは奇跡があるって言っても誰も信用してくれないと。まさしくそれは大仏の背後に立ってですね、大仏の影を見てこれは大仏だと言ってるのと一緒ですね。鎌倉の大仏を見てあれが本当の大仏だと思うのかって話なんですよ。仏っていうのはじゃあどこにいるんだと。像としてあそこにありますけども、あれが本当の仏様ではないですね。イメージとしてあるわけです。偶像としてあるだけなんで、あの大仏の背後には本当の仏様があるってみんな思ってんですよ。それを拝んでるわけであって、あの像の中に何かがあるわけじゃないんですよ。人間というのはそのイメージで了解してるものっていうのは本質ではないわけですね。それはあたかもその太陽を見つめられないのと一緒で、
影だけを見てると、大仏っていうイメージだけを見て拝んでる、洞窟に映った影だけを見てそれが本物だと思ってるけど、それは本当のものじゃないと。本当のものっていうのはまた別のとこにあるんだと、背後にあるんだと。だから本当のものじゃないものを見て見なくて影だけ見て絶望してるってのはおかしなことだっていうことを俺は言ってんですね。で、人間が生きてて絶望を感じる、まあ自分が病気になって苦しいとかですね、まあ最愛の人が不慮の事故で亡くなってしまったとかですね、連帯保証人になってある日急に3億円の借金を背負ったとかですね、いろんな不幸はあると思いますよ。で、たまたま襲ってきた不幸ってものに絶望することはあるんですけども、それは地上的な絶望なんですね。で、そのもしかしてですよ、まあ3億円の借金を誰かが肩代わりして払ってくれた、あるいは病気が奇跡的に治った、死んだと思った人が奇跡的に生き返ったってことがあれば、その人は絶望から復活することができるんですね。それがその、もしも突如として一切がその姿を変え、彼を絶望へと追いやった一切の外的なものが消え失せ、彼の願いが満たされることにもなれば、彼は再び蘇るであろうっていう、そのキルケゴールが書いた一節ですね。何か奇跡が起こって、自分の絶望の原因がなくなれば、その人は生き生きと蘇るということがあると。でもそれは地上的なものの絶望なんですね。本質的な絶望っていうのは、奇跡が起こっても絶望が消えないものなんですよ。それが永遠なるものの喪失ということなんですね。で、続きを読んでいきます。絶望して気絶すること、これが直接性の唯一の戦術であり、彼の知っているただ一つのものである。ところが絶望の何たるかについて彼はほとんど知ることがない。彼は絶望して気絶し、死んでしまったかのように音もなく横たわる。死んだふりをするという演技にもなぞらえられよう。地上に静かに横たわって死んだふりする以外に何の武器も防衛手段も持たないある種の下等生物がいるが、下等動物がいるが、直接性はどこかそれに似ている。もう突然地上的な絶望に襲われた場合、どうやって過ごすかと。突然借金を何億円も背負ったとか、突然家族が死んでしまったとかですね、突然自分が余命3ヶ月になったって宣告されたら、どうやって生きるかっていうと、死んだふりするしかないんですね。絶望して気絶して死んでしまったかのように音もなく横たわると、死んだふりをすると。で、多くの下等生物も、例えばですよ、すごい驚くようなことが起こると動かなくなっちゃうと、死んだふりをすると、でやり過ごすということがあるんですね。まあすごい大きな物音がした時に、例えばトカゲとかがですよ、動かなくなっちゃうと。で死んだふりして、1時間ぐらいそのままなんですけど、1時間後ぐらいにはちょっとのそのそ気絶から治ってですね、動き出すと。で地上的な絶望っていうのはそういうもんだと。絶望は確かに襲ってくるだろうけども、死んだふりをしてやり過ごすと、多くの人がそうだってことですね。で直接性の絶望っていうのは気絶してやり過ごすことができると。でも永遠的なるものの喪失、まあ死に至る病としての絶望っていうのは死ねないんですね。気絶してって起き上がってもやり過ごすこともできないし、安心だって分かってもずっと
襲ってくるものだということなんですね。これが死に至る病としての絶望だということです。まあここまで説明して、まあ具体例を挙げないと分かりづらいんですけどね。まあ僕が今まで本当に絶望してしまった人っていうのは、まあ2人挙げたわけですけども、一つはまあカフカの変身のグレゴール・ザムザですね。彼が絶望したのは家族に見放された時に絶望したんですけども、虫になったことは絶望じゃないんですよ。虫になってから家族がこの人は虫だって、虫だからもう家族として扱わないって決めた時に、死んじゃったんですね。あの時に永遠的なるものを喪失したんですね。家族とのつながりが消えちゃったんですよ。で、あの時本当に虫になっちゃったんですね。それまで家族はまだグレゴール・ザムザ、人間が虫になったもんだと思ってたんですけども、途中からこれは虫だと。ある日のザムザではないと、お兄ちゃんではないし息子でもないってなってしまった時に、絶望したと。で、それはもしかして、ザムザがあそこから奇跡的に人間に戻ったとしても、もう家族との関係は、一度切れた関係が彼の心頭の中で修復されるかっていうと、されないんですよ。もう家族に見捨てられたっていう思いが一生つきまとうと。妹も両親も一度彼をもう彼の可能性を信じなかったってことですね。完全に虫だと思って家族の縁も切ってしまったってことがどれほど彼を絶望に追いやるか。いや俺家族に虫だと思われて捨てられそうになったんだよってアハハって言って人間に戻った後に喋れる体験じゃないですね。もう完全に切り離されて一度家族としての関係性が切れちゃうわけですね。でもうそれ復活の見込みがないんですよ。いやそんなこと言ったって人間に戻れば復活するんじゃないですかって、まあ表面上は復活しますよ。それはあたかも奈良の大仏が仏であるっていう形で復活はしますけども、本質的なところ目に見えない部分で関係が切れたっていう事実が残るんですね。でこの目に見えない部分が絶望なんですよ。彼がザムザが人間に戻ってまた家族として、虫になる前の生活をやり直すってことは表面上できるんですけども、関係性はそれで元には戻んないです。一回切れた。ということですね。で、もう一つ例を挙げたのは心の先生ですけども、心の先生も、K を自分の下宿に呼んできて、親切心から呼んできて、なおかつお嬢さんのことを好きになるようにさせてしまって、なおかつそこで、嫉妬心からお嬢さんを抜け駆けして嫁にもらって彼を追い詰めてしまったってことがあるわけですね。そしたらまあ K が自殺してしまったと。それは三角関係ではめたってことではないんですね。 K が一番大事にしてたものですね、まあ意志の力を養って強い人間になるってことを先生が下宿に呼んでくることでその気持ちを殺してしまったんですね。意図せずに。なぜ先生と K が友達だったかっていうと、 K の持ってる意志の力を養って強い人間になるっていう理念に共感して先生は K と友達だったんですよ。で尊敬してってすごいやつだと思ってたと。でも生活が苦しいから下宿に呼んできてあげたと。でも下宿に呼んできたことで今度は三角関係にはめ込んでしまって彼の
意志の力を養って強い人間になるっていう希望を先生が結果的に潰してしまったんですね。で、潰してしまったことによって K は絶望しちゃったわけですよ。で、絶望して自殺しちゃったと。で、その自殺を見て今度先生が、ああ俺が殺してしまったんだっていう罪悪感にとらわれたということですね。で、その意志の力を養って強い人間になるってものも形がないものなんですね。で、形のないものを真理だと思って先生は生きてたんですけども、結局それを自分の手で無意識っていうか意図せずにですね、潰してしまったと。で、Kをなおさら自殺に追いやってしまったと。で、その意志の力を養って、意志の力を養うって、その意志の部分がほら永遠的になるものですね。で、永遠的になるものを先生は喪失しちゃったんですね。で、Kも死んでしまったと。で、自分の中で Kに共感してた意志の力っていうのも失ってしまったと。それによってすごい絶望したんですね。奥さんと結ばれてよかったって話じゃないんですよ。よかったんですけど、逆に永遠なるものを失ってしまったということですね。で、それは K が自殺して申し訳ないっていう以上に、 K と一緒に見つめてたものはですね、まあそれをまあ意志と言ってもいいし、神と言ってもいいんですけども、何かそういう一つの理念を自分で殺してしまったんですね。で、殺してしまったと。永遠なるものだと思って価値があるものを自分で見失ってしまったと。それによって絶望した人の話なんですね。で、それが仮に K がですよ、自殺しようと思って頸動脈切って、それが何か傷が浅くてたまたま助かったってことがあったとしても、先生の中で永遠的なものあるものは失われてたと思いますよ。それによって K との関係っていうのは、まあ、K は自殺しちゃいましたけど、 K が自殺してなかったとしても、どうか置き手紙を残して失踪してしまったとしても、結局 K との関係性が切れちゃうわけですね。で、切れちゃった時にはもうこれは修復のしようがないんですよ。そうなると、まあ、K との人間関係だけじゃないですね。K と一緒に見つめてたものが失われてしまうんで、それが永遠性の喪失になっちゃうと。そうすると彼は、先生はすごい絶望してしまうわけですね。人に言えない絶望を抱えてしまうということなんですよ。でも我々が思ってる地上的な絶望っていうのは、永遠的なものに関わってない絶望であればですね、それは本当の絶望じゃないということを、ここの章では言ってんですね。それは死んだふりしてやり過ごせるもんだと。いうことです。まあもう一人永遠なるものを失ってる人、まあちょっと罪と罰を読んだ方にはわかるかもしれないですけども、直接的な人間ってこれ誰、世俗だけの人間のことなんですけど、これ誰のことかっていうと、アルコール中毒だったマルメラードフっていう人がいるんですね。あの人はなぜ再就職したのにその1ヶ月後に失踪してしまったかっていうと、これも直接性のなせる技だと思うんですね、僕は。まあどういう人かっていうと、まあマルメラードフっていうのはラスコーリニゴフに居酒屋で絡んできた人なんですね。で、どういうことを話したかっていうと、まあ再婚して3人連れ子のいるカテリーナ・イバーノバと結婚したと。で、自分には連れ子でソーニャって女の子がいて、で、田舎で食い詰めたからサンクトペテルブルクに出てきたと。だけども仕事がなくて、極貧生活だと。で、結果的に
まあカテリーナ・イバーは結核にかかってて、体調が良くないんで働けないと。で、収入もあてもないから、そうにやってる自分の娘を売春婦にしたんですね。で、それでなんとか路面をつないで生活してたと。で、いよいよですね、でも幸運がありまして、なんとか閣下、偉い将軍にお世話になって、マルメラードフが役所の臨時職を見つけたんですね。で、家族みんなで喜んだんですよ。これでお父さんが働くってことで、給料も月々入ってくるって言って。で、入ってきて、最初の給料もらった日に失踪しちゃうんですよ、マルメラードフは。で、5日間、居酒屋に入り浸って、まあ、失踪する前には家のありったけの金持って失踪しちゃうんですけど、なぜそんなことをしてしまったのかっていう問題があってですね。で、僕もよく考えたんですけど、やっぱり、あまりな幸運が訪れたからですね、役所で働けて普通の生活が暮らせるって分かって、自分の器以上のものを受け取った時に、彼は激しく絶望して、酒を飲まずにいられなかったんですよ。今、1週間、1ヶ月は我慢して働いてたんですけど、やっぱり、その幸せすら受け取れなかったと。で、結果的に家の金を持ってって、5日間居酒屋で飲んでしまうと。で、最後に一文無しになったところでラスコール・ニゴフに会うんですけども。で、話すんですよ。私は娘を売春婦にさせて働かせてて、ようやく再就職したのに今ここにいるんですと。いう話をするんですね。で、私は死んだ時も神様は助けてくださると思いますとか言うんですね。最後の審判で呼ばれてもやっぱり許してくれると思いますって自分で語るんですけど、なぜあんなとこまで行ってしまったかっていうとですね、彼にとって再就職して人並みの生活ができるってことが、これ耐え難かったんです、やっぱり。で、なぜ耐え難かったのかっていうのはですね、その生活を送ることによって、絶望してしまうだと思うんですね。で、なんで絶望する、大きな幸運によっても人間は絶望するって言って、キルケゴールは言ってるんですよ。度を超えたものっていうものは直接性を絶望に陥れると。で、環境が変わって良くなる、良くなった後の生活を彼は思い描けなかったと思うんですね。自分がちゃんと働いて家族を養って、きちんと生きていける。何が怖かったっていうと、就職した時に急にカテリーナ・イバーノバが喜んでですね、ごちそうをいっぱい作ったと。なんか塩漬け肉、食べたことのない塩漬け肉を買ってきてくれたとかですね、もう舞い上がっちゃったと。で、あれがすごいプレッシャーだったと思うんですね。で、奥さんがもう喜びに喜んで、ようやく就職してくれて、うちも安泰だっていうのを見せられた時、その家族を支えていかなきゃいけないっていうプレッシャーがすごい絶望感に変わっていったと。で、やっぱり俺はそんな家族を養えないし、そんなプレッシャーがかけられても生きていけないと思って、せっかく掴んだ再就職も全部無断欠勤とかで、で、酒を飲んだくれて壊してしまうというふうに言ってしまったんですね。元の木阿弥に戻る方向に行ってしまったと。で、これは、再就職したことによって家族との関係性が変わっちゃう。今までダメな酔っ払いの親父だってことで家族の中にいたのに、急にちゃんとしたお父さん、給料を持ってきてくれるお父さんだった途端、マルメラードフにとってこれはもう耐え難いプレッシャーになって、そのプレッシャーのことを考えただけで死んだ方がマシだぐらいの気持ちになっちゃったんですね。で、いい、幸せなことがあっても絶望するっていうのはこういうことですね。まあ、宝くじが当たって絶望するっていうのも同じですけど、宝くじが当たることによって親戚にたかられるとかですね、そういうので人間不信になっていくのと一緒で、再就職できたおかげで家族との関係の間に亀裂が入るとかですね、いいことが起こったのに人間って逆に仲悪くなることが
あるんですね、こういうケースも。それが絶望の原因になる場合あると。でそっちの絶望っていうのは悪いことが起こる絶望っていうのはありふれてるんでわかるんですけども、いいことが起こって人間関係がその取り返しのつかない変化を受けて絶望するっていう場合もあるんですね。そういうことはあるんですよ。本当にあるのかって言えばあるんですね、ということなんですよ。だから急に度を超えたものが起こるとですね、人間その変化に耐えられないというのがあるんですよ。だからヨーロッパでいうと成金っていうのは自殺しやすいっていうんですね。自分が急に階級が変わると元いた階級の人から白い目で見られ、で成り上がった方の階級の人からも白い目で見られて居場所がなくなっちゃうと、人間自分の今まで生きてた人間関係が全部崩壊していくんで、すごい虚無感を味わって絶望するらしいんですね。まあ日本はそこまで階級社会じゃないんで、まあ日本でもあるとは思いますけど、そういう絶望があるということですね。で生きてる意味が分かんなくなっちゃうんですよ。永遠的なるものを喪失しちゃう場合があるんですね。何のために生きてんだろう、せっかくいいことが起こったのに何でこんな苦しいんだろうっていうことが起こるんですね。成金でお金持ちになったのに何にも楽しくないと、逆に家族関係めちゃめちゃになったとかですね、あるわけですね。まあ何ですかね、創業一家とかそういうのあるって言いますけどね、上場して億万長者になってみたら血みどろの争いになるとか、まああと相続問題ですね、相続問題で兄弟関係がめちゃめちゃになるとかですね、あるんですね。でお金が問題なのかっていうと、まあお金が問題なんでしょうけど、根本にあるのはですね、なぜお金の問題だけで兄弟や親族でその殺し合うまでに憎しみ合うのかっていうと、その根本の問題にあるのはですよ、みんながみんな永遠的なるものを喪失してしまうからですね、地上的なお金っていうものに振り回されてしまって人間関係がおかしくなっちゃうと。でそういう力がまあお金にはあるのかもしれないし、逆にその問題をうまく解決できる教育っていうのもあるとは思いますよ。それはもしその相続争いするって話になって、じゃあもう相続もめんどくさいから全部寄付してしまおうって話になれば揉めないんですよ。で寄付する宗教団体なりなんかにみんなそこの信者であればですよ、寄付して終わるって形が一番理想的だじゃないかって話で終わる可能性もあるんですね。でそれは宗教ってのは一応永遠的なるものに結びついてるんで、宗教団体に寄付でいいじゃないかってみんなが納得する家族であればですよ、相続問題ってのは起こりえないんですけども、でもまあ世俗社会の強い日本においてはそうはなんないですね。どうやって分けるかで本当に殺し合いになっちゃうと、私がお父さんの面倒死ぬまで介護してたんだから私が多めにもらいたいとかですね、そういう感情的な問題で揉めてしまって家族の縁がズタズタになっていくと、そういうことがあるってことですね。で、直接性の絶望っていうのはそういうもんだと、永遠なるものを喪失していることが本当の絶望なんですけども、ありふれて絶望したと思ってるものはそこまでの絶望じゃないと。家族の関係が徹底的にズタズタになるとか、人間関係がズタズタになるって、人間不信になると、人間がもう嫌いになってしまうと、このように生きてて人間ともう人間の顔を見たくないというふうになるのが本当の永遠的なるものを喪失した絶望ですね。このように本当の価値がないって分かっちゃうことですね。大仏の中に何の
仏様もいないって気づいてしまう。それが本当の絶望なんですね。だから逆にはお金、借金背負ったとか、まあ、もろもろ病気になったとか、そんなもんは本当の絶望じゃないと。それによって人間関係はまだ変わらないのであれば絶望じゃないと。相続問題で家族が縁が切れるってことはあっても、すごい借金背負ったから縁が切れるってことないんですね。3億円借金背負ったから家族との関係が切れるって、そういう、まあ、何ですかね、その自分のいる家族で、まあ離婚とかにはなるかもしれないですけど、何ですかね、決定的に借金、この人借金背負ってるから近づかないどこっていう話にはなんないと思うんですね。でもこの人すんげえ金持ちだから近づかないとこっていうのはあるかもしれないですけど、まあそういうことがあるということですね。まあどこまで分かってもらえたか難しいんですけど、まあ、形のないものについて絶望するということはあるということですね。目に見えないもの、それは永遠なるものなんですね。で、永遠なるものを喪失することの絶望と地上的なことで絶望するってのは、これは絶望の質が違うってことを言ってるんですよ。で、地上的な絶望であれば、死んだふりしてやり過ごせると。もう、すごい好きな人に振られたとか、離婚され一方的に家出てっちゃったとかですね、あったとしても、なんとか1ヶ月ふて寝するなりして、なんとか、下等生物のようにふて寝してですね、死んだふりして、なんとか、時間によって癒されるって場合もあるんですね。時間によって癒される絶望とですね、そうじゃない絶望があるということを言ってるんですね。続きを読みます。やがて時が過ぎていく。もし外からの助けが訪れることでもあれば、絶望者の中に再び生命が戻ってくる。彼は自分がやめていたところから始める。彼は事故ではなかったし、またそれに何もしなかった。彼は単なる直接的な既定性のままに生き続けていく。もし外からの助けが訪れてこないような場合は、実際には普通もっと別のことが起こってくる。その絶望にも絶望者の中に再び生命が戻ってくることには変わりないが、しかし彼は自分はもう二度と自分自身になることはあるまいと語るのである。さて、彼は少しばかり人生を理解することを学ぶ。他の人たちはどうやって生きているのかに注意して、その人たちを真似することを学び、さてこれからちょうどそんな風に生きていく。キリスト教会にあっては、彼は同時にキリスト教徒である。彼は日曜日ごとに教会へ行く。牧師の説教を聞き、かつ理解する。いや、彼らの間には了解が成り立っているのだ。彼は死ぬ。牧師は10ドルもらって彼を不信の世界に導いてやる。ところが彼は彼自身ではなかったのだ。彼は事故にはならなかったのだ。地上的なるものの絶望は、まあ、誰かが助けてくれることがあればまた復活するし、生命が戻ると。で、自分が辞めていた場所から始めると。ふて寝していたけど、布団から出てきてまた、活動し始めると。で、結局なぜそれが起こり得るかっていうと、もともと彼は自分自身ではなかったし、事故にもなりはしなかったと。で、彼は単なる直接性の規定のままに生き続けていくと。まあ、時間が癒してくれて、まあ、病気のまま、借金を抱えたまま、また生きていくと。で、だけども、もし、まあ、誰も助けてくれない場合ですね、1ヶ月ふて寝して、なおかつ借金を抱えるなり、余命が短くなっていくまま生きていくんですね。で、まあ、ただ、そういう人は何を言うかというと、自分はもう二度と自分自身になることはあるまいと。もう自分は影のようになってしまうと。まあ、もともと事故がなかったわけですから、まあ、事故っていうのは永遠的なるものと時間的なるもの、有限性、無限性と有限性、可能性と必然性の統合
だってことは図で紹介したんですけども、もともと世俗にしか生きてない人は事故でもないと。でも事故でもなかったけども、自分は自分、二度と絶望が訪れる前の自分自身になることはあるまいってそう語るんですね。まあもともと事故じゃないけど、もう事故にならないって思ってると。幸せだったあの頃には戻れないって言ってるようなもんですね。でもまあ幸せだったあの頃も別に事故ではなかったんですけどね。で、そこから始めて、またふて寝して起きて、まあ、少しばかり人生を理解することを学ぶと。で、同じような境遇にあった人から何かを学ぶと。それでまあ信仰心が芽生えて教会に行くこともあると。日曜日ごとに教会に行くと。で、牧師の説教を聞くなり、お寺のお坊さんの話聞くなり、ぶっちゃけ寺を見るなりして、まあ、一応絶望した後に精神的な慰めを探すような行動すると。だけども、もともと彼は自己自身じゃなかったと。で、最後まで自己自身にならないと。で、そうやって寿命を終えていくと、こういうこと言ってんですね。もともと自己自身じゃないケースの方が圧倒的に多いんですよ。で、地上的なものの絶望によって事故になるかっていうと、そうではないんですね。元から自己自身じゃない人はずっと自己自身じゃないですよ。で、キルケゴールが結局言うのは、どうやったら自己になれるかと。それは永遠的なるものを見つめた時ですね。それはキルケゴールで言えば神ですよ。神ってものを考えた時初めて自己になれると。信仰の道に入った時に自己になれると。でも、まあ、一つだけ最後に言いたいんですけども、キルケゴールは必ずしも敬虔なキリスト教徒ではないですよ。そこまでして神を信じることは結局、狂気に陥ることだってことを言ってんですね、もうすでに。で、狂うまでに信じることが信仰なんだと。で、そこまで言ってない信仰は結局、地上的なるものの挫折を味わって、信仰の道に入ったに過ぎないと。それは日曜日ごとに教会には行くでしょうし、死に際には牧師さんが来てくれてお祈りしてくれるけども、結局それによって表面的に取り繕ってるだけで、永遠的なるものに出会う機会は一度もなかったと。それはマルメラードフですね。罪と罰のマルメラードフが最後馬車に引かれて死ぬんですけども、死ぬ間際まで彼は自分自身になることもなく死んでいくんですね。で、何か絶望を抱えてるんですけども、地上的な絶望を抱えて死んでいくということなんですね。で、まあ、その死についてはバルメラードフの死っていうところで解説したんで、まあ、そちらの音声でも聞いてもらえればと思いますけども、ということです。では、じゃあそうじゃない信仰の道に入った人の生き方っていうのは何なんだっていうことはですね、ドストエフスキーの作品を見るとそれが何なのか分かります。ソーニャとかラスコリニコフの生き方っていうのは、神を信じざるを得ない、絶望して神を信じるようになった人たちの生き方ですね。逆に最後まで神って永遠的なるものが分からないって人はマルメラードフであり、一番はスビドリガエルフって男なんですけど、ということになります。最後まで聞いてくれてありがとうございました。以上です。